昨日、結賀の犯人3つの説をお送りさせていただきました。結賀がどういった人物なのかわからない方は、お手数ではございますが、一つ前の動画をご覧いただければ幸いです。簡単に説明するならば、ニコ生のアウトロー系配信者で、窃盗などで逮捕歴のある人物です。3つの説の1つ目は、リスナーとの揉め事、実際にリスナーと揉めたと、X でつぶやいていました。2つ目は、闇バイトで特殊詐欺の出し子をしており、報酬が少ないことから2回目に全額奪って逃げ、組織にやられた説です。3つ目は、元交際相手にクレジットカードを作らせ、200万円から300万円ほど使用し、その金を元交際相手に支払わせ、揉めた結果として、やらせた説です。前回の動画で、闇バイトで消される可能性は低いと述べましたが、様々な事例を調べていくと、割と近い事例で消された人物がいたのです。本日は、その事件を含め、可能性を探っていきたく思います。2020年10月のことです。千葉県印西市内にある、貯水槽から左足首が切断された遺体が発見されました。発見された男性は、宮内康介さん、当時46歳です。千葉県にて運送関係の仕事をしていたのですが、自宅を出てから自宅に帰ってくることなく、奥さんが警察に行方不明届を出していました。交友関係であったり、防犯カメラ映像から犯人を特定していくと、意外な人物へとたどり着いたのです。それは、住吉会、康平一家、大商会、舎弟頭の森吉明氏だったのです。康平一家は、住吉会の中でも武闘派として有名で、数多くの抗争を繰り広げております。どうも、宮内氏は運送業の傍ら、そっち系と関わっていたそうです。ネット掲示板情報では、宮内氏が売人をしていたなどの噂もあります。裁判では、口封じのために森氏が実行役に指示を出してやらせたと言われているので、宮内氏が組織にとって重要な情報を入手し、それを外部に漏らそうとしていたのかもしれません。では、なぜこの事件を紹介したのかと言いますと、以前は組織説に対して否定的な意見を申し上げましたが、この事件にたどり着いたことで、あり得ると思ったからです。実際、貯水槽は定期的に清掃をするので、発見されやすいです。そして、本格的に組員として関わっていたわけでもないのに、口封じでやられてしまったわけです。そして、2023年に康平一家参加組員が特殊詐欺で一斉に逮捕される事件もありました。康平一家だけではなく、他の組織も逮捕されています。もし、出し子、受け子をして金を持ち逃げしたらどうでしょうか。古参リスナーの紹介でやったのであれば、少し込み入った話を聞いていた可能性もあります。それを配信で言うとなったらどうでしょうか。持ち逃げだけではなく、秘密の暴露を匂わしてもやられてしまう可能性もあるわけなんです。貯水槽なんて定期清掃、点検があるので、確実に見つかるわけです。多摩川の河川敷に遺棄していたとしても、この事件から考えれば可能性はそれなりにあると思えます。さらに言えば、アウトロー系のリスナーには元ヤクザだったり、現役も見ていたりします。そういった古参リスナーがいて、その関係で紹介されてもおかしくありません。近年、特殊詐欺も警察の手入れが早いので、美味しい仕事とも言えなくなってきています。だからこそ、ちょっとしたことで過敏になっていたのかもしれませんし、お薬関連かもしれませんし、そこはわかりませんが、十分可能性があると言えます。ただ、仮にそうであった場合、宮内氏みたく、痛めつけられた痕跡が残っているはずだなと思います。古くからある暴力団事務所には、痛めつける専用の部屋があったりするわけなんですが、近年はそういった部屋を設けていない事務所もあります。けれども、暴力団なので暴力を振るう傾向が高いのです。そう考えると、アンチの可能性も出てくる気もします。実際に、家に落書きをされたり、鍵穴にボンドを入れられたりなどの被害もあったと言われていますし、同じく配信者のうなちゃんまんもいきなり襲われ、顔を晴らした姿をリスナーに見せていたこともあります。アンチやその他のリスナーが悪ふざけをし、首を絞め、やりすぎてこうなった可能性も十分にある気がします。おそらく、警察も動いていて、早々に逮捕されると思いますが、これが一元のリスナーだったりしたら、関係性をたどるのは困難かもしれないとも思います。
いち早く解決することを望みます。